はいどうも、今日も元気にモータル伝説2010やっていきましょう。チャンプルでーす。ということでね、さあやっていきましょう。ということでね、一回なんか欲しいな、このリニア以下のなんか急行系が欲しい。ということで37なんですけども、ここいろんなところ変えるんだけど、あーでもな、一旦ここ行くか。一応近いしな。次目的地、目的地のカード、カード売り場近いから一旦これでついといて、台場、台場一瞬できるやん、あなた。浮き皿ちょっと嫌だな。ほら、一瞬で消えるとこでしたね。で、八丈島に行くんでしょ。一旦さ、恩恵を受けさせてほしいなーということでね。ステンチ、君たちバキューム持ってないよね。前回オイドン出てきた時ね、なんか奪われて速攻で目的地使われて消えたからさ、ラップンだ。なんかね、こういう気づいてない時に限ってね、あのバキューム持ってるやつがいるんですよね。いないよな。てか使う前に確認しろよって感じだけど、あ、いないね。おう、クレシか、クレシだったら気がしません。いいね、先にもう物件を買っておけばね、こんな風に相手に何も買わせることができなく、何も買う、なんていうの、何も買うことができなくなってしまう。これいいね。これも結構頻繁に起こるからね、大奥さん動物園。3、お、6、近くまで行くってか、オイドンが消えるんだよな、これ。決めておこう。あ、ってかさ、今下行けばよかったな。まあいいや、知らんでも。やったー！ありがとう。ありがとう。で、なんで今断ったかっていうと、多分、ここ通ってから来るから、オイドンまた、勝ちじゃね。あと2個、じゃああとはアシュラを取れば、アシュラに止まれば俺はよっぽどのことがない限りは負けないかな。一応6対2でもさ、負けるときは負けるじゃん。こっちが6出して、で向こうがね、向こうが12とか出せば普通に勝てるんだよね。よかった、武器サブラ使うやつじゃなくて。やったー、150箇所目。イエーイ、
これを待った。この総攻撃ってやつが目的地に行くっていうやつなんですけど、ぴったりですね。ぴったりうんち消えたタイミングで着きましてと。よし、また戻んな、あっちに。あー、まあテレビ局ってさ、イベントあったっけ。ここ買っとくか、これ、これと、これと、これ、あとこれ。トンボ、17、結構出ましたね。新幹線、あー、おならか。指定うんちの方が良かったんですけどね。おはら、八甲田トンネル。え、青森県じゃないの。うわ、一等地捨てんの。てか、お前やめろよ。おい、キング、地獄のなすりつき合い始めちゃうか。いいな、特急定期券。ふっ、怖えな。それは怖いよな。でも俺、急がなくてもぴったりがあるしな。でも、ぴったり意図してない時に、疲れたりとかする時あるから、ここはリニアをおとなしく行きましょうか。はっはっは、キングを連れた、私がやってまいりますよ。あなた、急行周囲しかないからね。バイバイ、バイバイ。See you!あ、でも足踏みあんのでかいな。行きましょう。おならと、あと俺お腹もいらない。で、ブクマが1個欲しいかな。いや、足踏み2個がいいか。いや、足踏み2個のが使い道ありそう。で、9個1枚買っておいて。よし。お前なぁ。ほんと後先考えねえこいつ、怖すぎる。別の意味で怖いぞ。17 ちなみに18出すとね、確かね、取り返しカードもらうんだよね、記憶が正しければ。まあそうだよね。あー、伊豆大島、そうだよ。伊豆大島もね、独占したかったけど。お、おー、ありがとうございます。ちょっとね、リニア以下の、周遊系が欲しかったから、本当にね、まさめさん、ありがとうございます。ここでね、ここに行くんですよ。来い!よし!来た来た来た!プープー。今ちょうど近くにいるからね、ちょっと狙って、止まりました。もう?はい、来ました。一年以上、おならが止まらなくなってしまう。よし、豚さんになって、これでね、プープープーって感じで、いろんなところに飛ばすんですよ。スリギンカード。スリギンの遭遇率が高くなるっていうカードなんですけど。まあ、いらないっすね、ほぼ。物件駅に止まってたら出てこないし、まず。物件駅、港、空港。あと、ブー、ワープとか。ね。そこら辺止まってると出てこないかな。
う？ここ6行きたいんだよな。6か。何がしてるか分かんないけど、ちなみにあれね、画面内にいると吹き飛ばすんですよね、あのおならって。いけるかな。いってほしい。お、来た来た来た、ありがとうございます。そう、こういう風に映ってると、あれ、ケツ映ってんのになんで止まないんだ。硬すぎるな、あいつ。5 4か5、あ、4か6だった。へへん、ということで行きましょう。ここはね、独占できるんでね、これやったくなかった。お、スペシャルカードだ、やったー。まあ、こっちかな。別に動詞があればね、あの足踏みだったんですけど、ヘンダイ。あれ、プープー飛ぶ、飛ぶはずなんだけどな、おなら。あ、いい角度だ、めっちゃいい角度だぞそれ。やばい、あぶねえ。やってるんだよね。少し簡単だ。2位以下の人が持ってるとお金がちょっとずつもらえるカードですね。少し簡単、いけ、ドゥーン。あー、ありがとうございます。グー行く？58でしょ？宮崎行ける。OK、6000。しかもね、ここ300%の物件とかあったりしてめっちゃ美味しいんですよね。桃鉄16だとね、ちょっとしょっぱい物件だったんですけど、収益率ね。でもね、魅力的になりました。2010で。しかも今、山あるから俺、あそこ通れないんですよね。最短ルートが。カード全部売らないかな。はい、ということでね、こんな感じです。834。まあ着々とね、上がっていきます。はい、ということで40年目こんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。 Thank you for watching。